はい、どうもバドミントンスキルアップスクール西村です。いつもご視聴ありがとうございます。かなり寒くなってきたなと思います。この時期僕が思い出す歌っていうと、もう20代30代ぐらいの時の曲が、頭をよぎりますね。純恋歌というね、星空を見ながらね、よく聴いてました。目を閉じれば億千の星、一番光るお前がいる。初めて一途になれたよ。夜空へ響け愛の歌、ね、星空見ながら、よくこの曲聴いてたなと思いますが、いい思い出です。なんか悲しいことがあったでしょうね。純恋歌ね、嬉しいようでちょっと寂しいななんて思いますね。なんだろう、この間ねちょっと思ってたのが、ウルフルズのバンザイという曲がね、頭の中にちょっと流れてて、あの曲イエーイ君を好きでよかったって、今も付き合ってる彼女の歌でもあるし、別れた彼女の歌でもあるなーってちょっと聞きながら思いました。もしよかったらね、聞いてみてください。なんかこう、多分付き合ってる好きな子がいる時に聞いたバンザイと、彼女と別れてから聞いたバンザイ、またちょっとね違った、感じで歌詞がねこう染み込んでくるんじゃないのかななんて思っておりますが、本日の動画やっていきたいなと思います。ダブルスの動画なかなか撮る機会がなかったんですが、今回なんとですね、新しいメンバーがね、入ってくれました。メガネ君とメガネ君です。はい、ダブルメガネ、ダブルメガネでこれからやっていこうかなと思って、はい。どちらかというと彼の方がちょっと縁が太いです。そのあたりで覚えてもらえたらなと思います。はい。で、今回は、ダブルスの、ね、ノック動画をやっていくんですが、ジュニアで始めた人もレディースの人とかもそうなんですが、ちょっとね、中に来た球、どっちが取ったらいいのみたいな話がね、よくあったりとか、この球って私の球とかっていう話もあったりとか、まあ、あとガッチャンした時にね、ラケット折れたりとかもあるじゃないですか。で、そういうことが、まあ、極力起きないように、起きにくくするためにも、ダブルスのね、こう役割分担っていうのをしっかり動画で配信しておいた方がいいんじゃないのかなと思いますので、最後まで見ていってください。よろしくお願いします。それではやっていきたいと思います。まずね、相手がラウンドバックオークからね、打ってきた時の、サイドバイサイドの説明をしていきたいんですが、スマッシュでやってしまうと最初打つっていうのがねすごく難しくなってくるので、まずはドロップで説明をしていきたいと思います。まずストレートの人がですね、どの範囲を取るかっていうのをやっていきたいと思います。まずこの今見たらですね、2人サイドバイサイドがきちんと取れてませんね。これ分かりますか？ちょっと画像では分かりにくいんですが、後ろコートね、白線がね、向こうのコートにあるんですが、2人ともかかとが白線の位置にあるんですよ。で、ラウンドから相手がスマッシュ打ってくるってなると、ストレートの人よりもクロスの人の方が遠くにいますよね。この距離っていうのを少し詰めてあげてた方がいいです。はい。なんでかっていうと、この人が、体格の人が少し前に来たからといって、別に近づいてるわけじゃないんですよ。ストレートでスマッシュ取るのと、体格の人、距離同じなので、同じ距離でね、取れるようにしていきます。ただ、スマッシュ来る確率っていうのは、ストレートの人が速いので、
ストレートはしっかりスマッシュが取れるように構えておきます。そんな感じでいきます。まずストレートの人のフォア側にドロップが落としてきたら上げていきますね。ストレートの人の球です。今度ストレートの人のボディにした球もストレートの人の球です。いいですか。今度2人の中、真ん中に落としてきた球はクロスバーの人の球なんですね。で、対角の人はどうやって待ってればいいかって言ったら、自分が触ったらもう隣のコート、隣の反面コートに持っていくっていう気持ちで待ってます。もちろんストレートの人も後衛を揺さぶることっていうのは必要なんですが、ストレートのスマッシュを待っていて不意にドロップを落とされてクロスに揺さぶるって結構難しいと思うんですよ。なのでストレートの人はストレートにしっかり返していって、対角の人は真ん中に来たら早く揺さぶっていくっていうところをまずやっていきたいと思います。まずストレートの人ですね、フォアサイドに来たストレートの球ドロップをしっかり上げていきます。まだちょっと甘いですね。しっかり上げていきます。正面に来た球もこの人の球ですね。そこからセンターに来た球は向こうに引っ張っていきます。これをやっていきます。ストレートの球、ボディに来た球、このセンターに来た球はボックスです。対角の人もう少し中の球しっかり早く取りに行きましょう。早く取りに行って、そうですね、これを今は説明をしながらやったんですが、今の球をランダムにやっていきます。ストレートの人がいて、サイドにいて、センター、ストレートとセンターから早く持っていきますね。サイドの球もしっかりですね。実際のゲームの中ではスマッシュが飛んでくるので、スマッシュがあって落とされたら上げる、スマッシュがあって中に落とされたら引っ張っていくっていう形で、ダブルスのね、サイドバイサイドからトップアンドバックになる形っていうのを相手のショットをきっかけに作れる練習にもなっていくので、ぜひ練習してみてください。で、ここで一つ問題があるんですが、対角に来た時にどうしたらいいのって言われる方、こっち張ってたらこっち取れないよっていう声もよく聞きますので、そのあたりもちょっとこれから説明しようかなと思います。もう少しだけ見てください。はい、さっきと同じようにですね、ストレートの球、センターの球、ここまでの役割分担はできるんですが、スマッシュってペンをドライブで潰してクロスにつないできた時、クロスの球はもちろん対角にいる人が取りに行くんですが、そうした場合にこちらのセンターが空いたり、こっちが空いたりしますね。そこのカバーリング、クロスに来た後のカバーリングは、先ほどスマッシュを待ってた人がカバーをしていきます。ストレートの球が来て、上げて、クロスに大きく来たら、ここの球のカバーリングはこの人がやっていきます。ストレート、センターの球はこの人、こっち最後振られたら、ここの球はカバーして、ここもカバーして、ここは早く持ってきて、サイドに振られたら、ここカバーする、カバーする、ここカバーしてって、こっちもカバーする。で、できるようになると、サイドバイサイドでね、きっちり守るっていうのがやりやすくなっていきます。反対側も同様なんですが、反対側の練習をするときには、ノッカーが実際に動いてあげて、こう左右ランダムに打てるとよりね、実践に近い練習になるかなと思います。ちょっとだけやってみましょうか。はい、はい、簡単にねできたらいいなと思います。それではちょっと動きながらです。で、センターの人ね、カバーリングする人もそうですが、ロビングきっちり後ろまで上げていきましょう。はい、はい、はい、じゃあいきます。まずストレートしてセンターの球揺さぶったらこっちです。今度は反対になってセンターの球ですね。サイドに振られたらこのカバーリング、そう、センターから打ってきたらしっかりサイド中の球早く持っていく、はい、そう、センター、ストレート、ストレート、センター来るからサイド流れて、はい、カバーして、はい、そう、行ったらこっち来る、そう、クロス来る、そう、そう、
中の玉取ったらこっち取って、こういった感じでしっかり2人でね、守っていくっていうのをやっていきます。これがだんだんと動きが慣れてきたら、今度はスマッシュのレシーブでやっていったりとか、2対1でやったり、練習をしていくと、ダブルスのね、サイドバイサイドの動き方とか役割分担っていうのが分かりやすくなってくるかなと思います。ジュニアで練習されている方、またレディースの方たちも、ぜひやってみてもらえたらなと思います。話聞いたとか、この動画良かったよと思う方、高評価お願いします。チャンネル登録まだの人も、ぜひよろしくお願いします。他のリンクを貼り付けて、こう Facebook とかでは上げれなくなってきているので、動画ね、チャンネル登録して見てもらえたら、嬉しいです。じゃあ本日の動画はここまでということで、ありがとうございました。